こんにちは、あやチャンネルのまみです。これからね、私たちはこのフェリーに乗って宮島に行きます。フェリーにはね、ワンコを乗せることができるんだけれども、ただね、中に入ることができないのね。だから私たちはこう車とかがこう止めておくような、この外のデッキのところで、にいることに、なります。でちょっとね、最初心配してたんだよね。雨だしさ、濡れるかなと思ってたんだけど、屋根もねついてるし、全然そんなことないです。はい、ここがね外のねデッキになりますね。これ見ててわかると思うけど、雨でもね大丈夫。さあ、いよいよ宮島市出発です。ね、ほんとね、この日はすごい残念で、雨なのでね、景色がこう霧がかかっててね、なかなか見えませんでした。デッキで記念撮影です。どう？さあ、マーブルちゃんは初のフェリー乗船です。もうなんか落としたら怖いんだけどみたいな。でもマーブルちゃんなんかすごいこう気持ちよさそうにね、もう目はねほとんど見えないけど、きっとなんかこう風や空気をこう感じてるのかな。なんかね、すがすがしい顔だよね。ダディも嬉しそう。そしてノエルも緊張しながらダディに抱っこされてますよね。でもなんかダディはノエルを抱っこできてるからめっちゃ嬉しそうノエルはマミーに助けを求めてる。さあ、ダイヤくん、もうほらほらほら、見て見て、もう見てるこっちが怖いねえ。はい、あら、真ん中の方、奥の方を見て、はい、鳥居が見えてきました。だからね、もうすぐね宮島にね到着しますよ。どんなところなんだろうね。でもほんとさっきも言ったけど、雨がねちょっと景色がガスっちゃって見えないのがすごいねちょっと残念だけれども、はい、宮島に到着しました。はい、こんな感じでね、フェリーから、降りております。これね、雨の日も晴れの日もこの傘は大活躍しておりますよ。結構ね大きいのよ、折りたたみの傘の割には。だから子供たちね、雨降っててもこの傘してるとほとんど濡れないかな。まあもちろん体出してる子は濡れるかもしれないけどね、でもほとんどそんななんかベタベタになることもなく、めっちゃ大活躍です。目立つしね。はい、こんなにね天気が悪いのにね、見てこの宮島すごい人。なんか私たちこの旅行でそんなにね、なんか観光客がいっぱいなところってまだ行ってないんだよね。前行ったその法隆寺とかもそんなに観光客いなかったし、だけどここはすごい、なんか雨でも本当にすごい人。こうやってね写真撮らせてくださいってよくね止められましたさあね、もうこんだけねやっぱり6匹連れてるとやっぱり目立つし、うちの子可愛いしね、なのでねすごくね声かけられますね。写真撮っていいですかって。で特にこう行く場所行く場所が外国人観光客が多いと本当に声をかけられます。さあ、日本三景、
宮島に入りますって、さっきは宮島じゃなかったんかいみたいな感じだけど、はい、ほんとね、あの日本人よりもね外国人の方が多いくらいの観光客でしたよ。はい、でね、またねここのこの鳥居というか入り口がめっちゃ狭いんだ。だからねすごいここでまずなんか並ぶというか混雑するので、もうそこを通り越しちゃうとそんなことないんだけどね。はい、でもほんとねなんか雨がめっちゃ残念、まあしょうがないよね。はい、奥の方に、鳥居が見えておりますね。お天気良かったらさ子供たちもね一緒にこう海辺の方っていうかね、あの海岸の方まで行ってね歩いたりもできるし、もちろんここも歩いたりできるけど、結構ねドロドロになる感じがする地面なんだよね。なのでちょっと歩かせてあげることができないです。さあ鳥居がだいぶ、見えてきました。はい、私たちはね今ねこうまあトコ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 とこうあの海岸沿いというかを歩いて、まあ鳥居の方に向かっているのかな。まあみんながこっち歩くからまあそういう感じで歩いてるんだけれども、さあもうあそこのね、今見えてる赤い鳥居がこう海の中にある、海の中って言っていいのかな、海岸じゃないやっぱり海かのところにあるんです。さあ宮島にもねこんな感じで鹿がいました。あのこの間ねあの配信したこう奈良にはもちろんいっぱいいっぱい鹿がいたんだけど、宮島にもこんな感じで鹿がこうなんか自由にというか、これなんだろう、飼ってんのかな宮島で、あの自然な鹿なのかな、こうやっているなんて。で見て見て、鹿さんがさ挨拶しに来てくれたの。今チュッてしたの分かった？もうなんか奈良の鹿はさ全然フレンドリーじゃなかったけど、こうワンコたちにはね、私たちにはさ お菓子くれお菓子くれってくるけど、めっちゃなんか宮島の鹿さんはフレンドリーでしたよ。なんか特に逃げるわけでもなく、まあうちの子たちもね鹿に向かってワンワン吠えたりっていうのがあの全然なかったのでね。はい、トコ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 と、鳥居の方に向かって、歩いております。でもこんな感じでね一応まあストローラーがこう通れるようにこうバリアフリーな場所があるのでね、一応こうカートストローラーもね問題なく引きながら押しながらこうで行けるのでね良かったです。さあ、ちょっとね私たちはこの海岸のこの中鳥居のところまではちょっとね行けないので、普通の人は行けるんだよ、だけどただドロドロになっちゃうから、でこのストローラー もね持ち上げて下に下ろさないといけないので、やっぱちょっとこの雨の中では大変なのでね、こんな感じで、鳥居をバックに、写真を、撮りました。どうでしょうか。はい、宮島にはたくさんお店があってね、私たちはもみじまんじゅうって有名じゃない、それの揚げもみじまんじゅうを食べましたよ。そして宮島名物のアナゴのかば焼きも食べました。次回は山口県の秋吉台です。また見てねー。